日野山城は広島県北広島町新城にあった日本の城。城跡は国の史跡に指定されている。一般的に築城は1550年頃と推定されているが、それ以前にも取り出程度の構造物はあったとされている。しかし日野山城が歴史に出てくるのはこの吉川元春以後の日野山城である。1550年に吉川氏の家督を相続した。 吉川元春は、日の山にあった城を再整備し、小倉山城から移って、本拠地とした。元春は城を、整備拡張し、元春から元町、広い家の三代にわたって、拡張整備工事が続けられ、全山が要塞化された。1582年、吉川元春は隠居すると山麓に隠居感を築き、そこに住むようになった。 元春死後の吉川氏当主も不便な山城の日野山城には居住せず、元春館に居住するようになった。1591年に吉川広家が合算と打城主に任ぜられると、吉川氏の居城としての日野山城の役目は終焉を迎えた。その後の日野山城は放棄されたようで、三読の吉川元春館でも1600年の県知町では、 上官跡と記載されており、日野山城も朽ちるに任せる状況であったと推測される。1986年8月28日、吉川市上官跡の一部として国の史跡に指定された。1997年9月2日には、史跡、吉川市上官跡の指定範囲が拡大され、関連の寺院跡、松本屋敷跡が追加指定されている。現在は、 やぶかが激しく、広島県最大級の城跡の整備が望まれる状況である。標高700メートル日の山の頂上付近になった小さな城を吉川元春が拡張整備し、3代かけて前山を城塞化した。元春入城初期は城内で生活をしていたが、元春隠居後は爪の城としての役割が強くなった。 本丸を中心に前山にルわを配置し、石垣や石類、空堀で重厚な防御線を敷いている。近隣には、駿河丸城跡、小倉山城跡、吉川元春館跡,跡、西善寺跡、万徳院跡、洞線寺跡、常仙寺跡、松本屋敷跡,跡がある。ありがとうございます。